じゃあこんにちは、豊さん。はい、青柳投手がとうとう2軍です。はい、本当な、まあ、4試合連続初回に失点し、堪忍袋の尾が切れたのが、まあ、先日のカープ戦。そうだな、まあ、カープがまあ左打者をずらっと並べてきたっていう、まあ、青柳投手対策もありましたけど、ずらってっていうか、まあ、全員だからな。で、申告敬遠したら挙句の果てにお前玉村に打たれてたもん。そうなんですよ、そりゃいかんぞお前。ですね。で、まあ、4試合連続初回に失点ということで、まあ、初回に失点、都合7失点だから。そうなんですよね。で、まあ、岡田監督も結果が出ないならファームに行くしかないという言葉を。でもね、岡田監督の使い方ってうまいな、変えない、はい、普通だったらもうスパーンと初回で切るか、打順が来たら切るかするんだけども、はい、何かを試合でつかめっていうようなメッセージ性があるよね、はい、あの使い方にね、うん、その前の勝ったけど DeNA 戦、はい、もう苦しんで苦しんで、うん、やっと勝ったけどね、でまたカープになって、はい、まあ、打ち込まれたという、はい、でもこれからもね、青柳っていうのは続くと思うよ。各チームが左をずらっと並べるのは、はい、だからもうカープが結果出してるし、 DeNA も結果出してる、うん、点を取ってるっていうことから考えると、はい、やっぱもう青柳って特殊だからね、はい、やっぱり右はかなり打ちにくいらしいし、うん、あるピッチャーに話を聞くと、例えば首位打者とか、うん、まあ、今宮崎とかね、首位打者だけど相性が悪いんだよ、はい、ね、そしたらピッチャーって首位打者取ってるけど、例えば宮崎が青柳の気持ちになった時に、うん、見た時にね、どうだって言ったら、いやもう絶対左並べられた方が嫌だって言うんだよ。へー、だから広島正解なんだよ。全員左ってすごかったんですけどね、うん、いやだから抑えたら逆に言えば危険度は高いんだよ、はい、同じようなパターンでやられると思うんだよ、左バッターが、うん、でも打ち出すと同じパターンで打てるから、あれ何でも初球初球初球って攻撃仕掛けられたでしょ、はい、まあ青柳もストライク取りすぎや取りすぎだけどね、うん、だけどどこで取るかっていうと、やっぱ青柳は左バッターだったらやっぱインサイドを多く使わないと打ち取りたいシンカーで打ち取れないな、うん、うん、だからやっぱりインサイドが一つのポイントだと思うし、はい、高めをもう少し使った方がいいかなと思うよね。やっぱ下から来るボールに対して高めって吹き上がってくるような感じがするから、はい、どちらかというとやっぱり打ちにくいボールになるんだよ、うん、だからこの高低をもうちょっとうまく使うというか、はい、ベルトから下の高さで高低を使ってるんだけど、はい、もう少し幅を広げてやった方がいいかなっていうふうに思うよね。まあ、同じサイド気味といえば大勢投手もまあサイドから出てくるわけで、はいはい、じゃあ青柳投手もああいうふうに高めにポッといく球なんかも使うとよりいいっていうこと。大勢は あんまり使わなかったんだ、はい、やっぱ打たれ出してからやっぱ使い出したんだよね、はい、うん、だから幅というか目線をぶらすというかさ、うん、足元を動かすとかいろいろあるじゃない、はい、まあ、そういうふうな工夫をしていかないと、これからやっぱり左対策にしていかないとね、青柳が。そうですよね。いや、青柳対策で全部左並べられて、青柳もなんとかしないとね。そうですよね。これ、インコースをあんまり左打者に対して行かないっていうのは、それは行こうとしてるんだけど、甘くなるんだよ、全部。シュート回転して。あ、それってどうしてシュート回転していくんですか？いや、だから、まあ、そこら辺は微調整で、フォームのズレだとか、はい、まあ、そういうのがあるんだろうけどもね、うん、それって例えばバッテリーずっと組んでる梅野選手もファンの間ではこのバッテリーをちょっと変える方がいいんじゃないか、坂本選手だったりとか。坂本が断るんじゃない？僕は青柳さんいいです。いや今まで組んだことないんでわからないんで。ですか、ね、これは梅野選手ももちろんインコースは要求してるわけで。いや要求してる要求してる。ただそこはやっぱシュート回転して、いやそれで DeNA の時は最初やっぱりインサイドに投げきれなかったんだよ、うん、で先取点取られたんだよね、その後すぐ逆転してくれたからよかったけども、不安定ながらその日は8回ぐらいまで引っ張ったんだよね、岡田監督が、はい、もう変えた方がいいんじゃないかと思うんだけど、はい、やっぱそれはきっかけをつかんだと思ったんだよ。それはインサイドにビシッと投げて佐野とかを三振取ったんだよ、はい、だこれで戻ってくるかなっていうふうに俺も思ってたんだけど、ああ岡田監督ってやっぱりこうやって引っ張って勝ち投手に刺して自信の復活っていうかね、はい、まあ、きっかけをつかませたのかなっていうふうに思ったら、今度は広島の時もちっちゃかめっちゃかもう真ん中しか投げないんだもん。それは打たれるよ。打たれますよね。打たれる打たれる。本人
人も何が原因かっていうのは多分分かってるんですかね、青柳投手も。分かってたら多分治すんだろうけど、はい、でも分かってても治らないっていうのは、まあ、疲労があったりだとか、ホームだとか、はい、まあ、自分のものを忘れてるとかね、はい、まあ、そういうことなんだろうけどね。今シーズンの最初にやっぱちょっと誹謗中傷とかもあって、青柳投手が文書で出したりとかもありました。なんかメンタル的なこともあったりするんですかね。まあ、誹謗中傷はあんま関係ないと思うんだけど、うん、やられ方を見てると言われるよな、うん、そうですよね。そりゃしょうがない、やっぱり人気商売だからさ、はい、そこら辺はもう気にしない方がいいよ、うんうん、言うやつは言わしとけって、はい、でも阪神ファンの中で、まあ、例えばね、昨年まで最多勝だとか防御率だとか、はい、いろんなタイトルに絡んできた投手じゃない、はい、でそれが今年になってやっぱり優勝を狙うって言った時に、エース青柳がガタガタじゃさ、それは言われるよ。まあ、それもしょうがない、まあ、だからそんなのはほっといて、はい、ただ青柳が復活しないと、復活しないでも優勝するかな、他にピッチャーがねいるんだよ、いるんですよね、まあ、いるけども1枚ね変則がいるとやっぱ全然違うしね、はい、ローテーションの組み方っていうのが、だから青柳な、まあ、2軍に生かしたっていうのは正解だと思うよ、うん、やっぱり1軍でもがくよりは2軍でしっかり調整をもう一度させて、はい、まあ、上げてみるというね、うん、まあ、その方が絶対いいよね。だから岡田監督は慌てないんだもん。そこがすごいですね、もうそこがすごいですよ。いやだからもう本当に言ってた通りだもん、キャンプの時に、はい、いや春先慌ててもしょうがないもんいや本当よ、確かに、いやだからもう勝負はオールスター明けやろな言ってたよ言ってました。だまだまだ余裕がある。もう本当に貯金とかね、うん、まあ貯金っていうか、まあ5割はねどうのこうのって言ってたけど、はい、こんなに順調にいくと思ってなかったんだね、まあ、それでも余裕があるからね、使い方に。そうですよね、うん、慌ててないからね。そうですよね、うん、戻るんですけど、その青柳投手が去年まではここまで悪くなかったのに今年いきなりこうなっちゃったっていうのは、やっぱね疲れもあるよ、これまでのってことですか、うん、斎藤正樹、はい、ね、同じようなサイドから投げるピッチャー、うん、ね、巨人の大エースだったけどもさ、はい、やっぱ20勝した年とか、うん、翌年に活躍ができなかったりだとかさ、あ、目が死んでるとか言って言われたんですか、残ってるんじゃないかとか、はあ、まあ、そのぐらいのやっぱ報道はされたよね。でもやっぱりね、毎年毎年ねきっちりじゃあ13勝から15勝しますぜみたいな、はい、なかなかできないよ。そう、そうですよ、続けてきたらどっかでやっぱりね金属疲労も起こすだろうし、うん、だからこれは仕方ないよね。そうですね、とは思うんだよ、うんうん、ただらしさがないんだよ、うんうん、コッパみじんでしょ。いや、そうなんですよ、うん、いやだかららしさがないからみんなが心配するだけでね、はい、これがさ3対2とか、うんうん、ね、いや1点に抑えたけど打てなくて0点で負け投手になったよとか、はい、そういう投球じゃないもんね、はい、もう鼻から不安定だもんね。で初回5失点とかありましたからね。いやだからまあ再調整するっていうのはもう正解だし、うん、まあ、しなきゃいけないしね。そうですよね、うん、これ大体どのぐらいで上がってくる感じにしてるんですかね、岡田監督は。まあ一つの目安としたら交流戦では使いたいなって思ってるんじゃない。うん、これはやっぱ交流戦で青柳みたいなタイプっていうのがいないんだよ、はい、やっぱりピッチャーの中でも大体、うん、主流が上から投げるという、うん、まあ、これはまあ昔からの比率から考えるとそうなんだけど、うん、でも本当に青柳みたいなタイプっていないから、はい、で日本ハムの鈴木、うん、はい、ね、アンダースローの、はい、これとはまたちょっと違うんだけど、やっぱ鈴木が抑えられるっていうのはやっぱ慣れてないもんね、その打ち方にバッターが、うんうん、で下から緩急つけられるとさ、はい、まあ、どうしてもこう泳がされるというかさ、うん、まあ、そういう感じになってくるから、やっぱパ・リーグには青柳っていうのは使いたいんじゃないということは、やっぱ5月末から交流戦が始まるので、なんとかそこまでに調整しろ、調整しと、うん、ということなんでしょうね。西純也もね、先発から中継ぎになったしな。そうなんです。なので一枠空いてるといえば空いてるは空いてるんですよ。いや埋まってるもん当たり前じゃん
いやだって桐敷とかも上がってきたし、桐敷投手上がってきましたね。あパンパン行くんじゃない、パンパン行きますかね。行く行く行く。いやいるっちゃいるんだよ。そうですよ、まあ、いるけどより盤石にするには、うん、やっぱ青柳っていうね、はい、1枚のそのカードっていうのは切っていきたいよね。そうですよね。それはなんでかというと相手が左打線に全部変えてくるっていうことは、はい、その中でやっぱレギュラーを外すっていうことだよね、はい、そうなってくるとやっぱり相手の状態も狂す可能性もあるんだよね。そうですね、まあ、だからそういう意味では青柳の力っていうのは大きいよね。やっぱそうですよね、うん、そうなってくるだって相手のメンバーを変えちゃうっていうんだから。だあの広島戦マクブルーム選手も出てなかったですね。だからね、先発青柳行きますって言って、はい、言っといて、ね、違う。いやいや違う違う違う、投げといて1イニングぐらい投げさせて、確か1イニングで点取られちゃうからな初回。今はね、そうなんですよ、なんとかしろみたいな。でも危なくなったらすぐ左に変えるからって。そしたらそうですね、ああ高麗かみたいな、はい、ワンアウト1、2塁みたいな、うんよしピッチャー交代みたいな、うん、全部左が並んでから左持ってくれ今度左ピッチャーで、ね、いやいや、そういうやり方もあるということだよね。岡田監督なら考えそうですよ、ね、違う違う、青柳のやっぱそれが力なんだよ。青柳が出るってことは全部左並べるんだから。そうですね、もうそしたら左待機させておけそうですね、そう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 、確かに。だからそしたら、うん、みたいな、向こうは慌てるよ。慌てますよね、変えなくて。それなかなか変えにくいもんね。はい、ベンチのメンバーがいなくなっちゃうから。そうですよ、そうそうそう、何かの時の、はい、そうそうそう、だからそういうやり方もあるけどもね。そうですね、うん、だけど、まあ、青柳って阪神のエースだからさ、はい、まあ、そんなことはしないとは思うけど、うん、早く復活してほしいなと思うよね。そうですね、やっぱりエースなので早く帰ってきてほしいっていうのは、そうだね、はい、いいですね、はい。